はい、というわけでやってらした村上ジャイ君のイケボチャンネルです。というわけで今日はですね、こちらの鬼滅の刃ホロカネ城から脱出せよの、第12回ぐらいをやっていこうかなと思います。それでは再戦スタート。前回が確かねずこが鍵をね取りに行ってくれて、これなんだ、会話スキップ、会話スキップってあれかな、この普段の会話とかをスキップされちゃうやつなのかな。まあいいや、うん。まあ、ねずこちゃんが、あれですね、今閉じ込められちゃっていると。なんで、鍵を、どうすればいい？鍵開けてから行った方がいいかな、ねずこちゃんのところには。こっち、とりあえず行ってみるだけ行ってみましょうか。こっちはなんもねえんだ。で、下行って、ねずこがね、ちょっとどこ、あ、こりゃすげえ部屋の数だな。はい。私一人で探し回るにはとても時間が足りないと。手分けして探した方が良さそうだね。一部屋ずつ探していこう。分かってたよ！一人で探すことになるの分かってたけどね！お前、いい加減一人でも平気になれよ。みんな近くにいるんだから大丈夫。カナオちゃーん！そうだよね、そうだよね、カナオちゃん近くにいてくれるよね。なんと単純な。じゃ、行こっか。行こう！ここから一人ずつ部屋を、回ることになります。探し出すものは、綺麗な玉5個、紐1個です。はぁ、なるほど、なるほど。一人がどれほど辛いか分かるか、お前たちもそれを味わうといい。これなんかちょっと、あれだね、前回見たね。一応ちょっとこれセーブしとこうか。めんどくさいからね、これ。で、一途の間。これなんだ？これは、炭治郎とか、長男の間みたいあったよね。長男の間みたいなとこに行けばいいのかな？これだ！鬼がいる。なんだ？こっちにはまだ気づいてないみたいだ。え？スニーキングミッション的な？君が真の長男なら、これぐらい楽に突破できるよね。君が真の長男。いや、長男なのよ。絶対に。真の長男なの、絶対に。ね、なんだろう。真の、なんだ、最強の男なら、みたいな、なんかそういう書き方してるけども、長男なのは事実なのよね。何？バカにしやがって、ちょっと。バカじゃん！だって、長男であることをそんなに誇りに思ってんのか、君は。バカじゃん、だって。真の長男バカにすね。いや、バカだわ。やっぱバカだわ、炭治郎。ほんとに？あ、はいはい。で、これ何？これ何すればいいの？これ。え？倒した。これさ、一人ずつ倒していかなきゃいけないみたいな。抜けてる数字の一つ目は9。これは走っちゃいけなさそうだね。これは薬草5個手に入れた。めちゃくちゃ手に入るじゃん。で、こっち行って、9×9 の正方形の枠内に、はい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 。なんかこれヒントだね、絶対に。てか長いんだよね、やたら。これタイピング不得意な人からしてやばいぞ。数字は、独身に限り、なんなん。もう入力がちょっと難しいな。こっち行って、こうだ。1から9ま、の数字を入れる。ほう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 。いっぱいいるな、まだ。すごい、炭治郎。頑張れ。ペンシルパズルのことである。なに、ペンシルパズルって。あ、これあれか。セーブできんだ。さあ、こっち行って。抜けてる、いる数字の二つ目は、8。9と 8？ 9 と8だよね。で、長いの、まだ、ま、あんのこれ。何？数字が複数入ってはいけない。ちょっとさ、これさ、文字とタイピングするべき文字が違うの、ちょっとやめてほしいんだけど、これ。めちゃくちゃこれ間違えるんだけど。ね？抜けている。ほら、抜けてるなのに、抜けているになってる。数字の三つ目は1。981。981ね。OK？走っちゃいけなさそう。あ、一応歩いてこう。あ、これ終わりかな？鬼はもう全員。払いの札。
鬼全員倒しましたね。これは君が倒してきた鬼たちからのヒント、ちゃんと覚えている、うん、覚えてますよ。真の長男であるなら覚えて、あ、覚えてますよ。で、忘れてしまったなら仕方がない。え、なに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 、ない頭を使って悩むんだね。え、そんな、そんえ、な、ここの、え、こ、あ、ここ登れちゃうんだ。そんななんかね、辛辣なこと言われたってね、仕方ないよ。何これ、数字だらけの紙を手に入れた。ほう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 。結局見つけられたのはこの数字が書かれた、紙だけか。善一たちの方は何か見つけられただろうか。お、え、ちょっとそこの、え、ここ開けたかったんだけど。ちょっとちょっとちょっとちょ、待って、こ、積む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 、ちゃんと宝箱、宝箱ちょっと積む、ちょ、これ一旦ちょっと戻ります、ロードします。で、ここ、あ、払いの札か。なんだなんだ、ここはあれだったの、何も関係ないのね。で、最後ここをやって落ちて、で、次があれか、カナオのターンになるって感じか。とりあえずもうこの紙は手に入ったんで、多分道具、あの共有なんで、道具のあのね、箱は、なんでもう多分みんなも見れるほどでしょう。じゃあ次カナオのターン行きましょうか。はい、こっち一途の間、あ、違う、カナオはどこだ、ここじゃない、忍びの間とか書いてある、ここはどこだったっけな。ここが炭治郎だったよね。カナオは鬼の間、鍵がかかってる。あ、なんでこんなところに花が。ここはちょっと簡単そうだね。な、何あれ、え、なんか怖い人がいる。これ、この壺のあれでしょ。ここでこうしていても始まらない、喋れるのかわからないけど、一応先にこの蝶々が気になるんで話しかけましょう。あれ、なんもない、なんもなんないの、蝶々、蝶々なんもない。一番なんかありそうなの。じゃあ話しかけてみます。一応、じゃあ行きます。こう真正面行けて、おやおや、くんくん、喋れるんだ。お嬢さんは正直者な匂いがしますね。どういう匂い？正直者な匂い？匂いフェチかな？いや、俺も匂いフェチなんだけど。ええー、ええー、とても正直者で私、ヘドが出そうなくらいですよ。だって、つまり嫌いってことね。正直者ならわかりますよね？同じ正直者のことを。誰だろう？何を言いたいのかわからない。もう少し要点をまとめて話せないの？おーおお、今のあなたの匂いはとてもいい、好きになれそうな匂いです。どんな匂いなの？これ炭治郎じゃない、炭治郎だこれ。私、ここを管理しております黒壺と言いますよ。私は嘘が大好きです。嘘にまみれた花畑を作るのが私の夢、夢。それなのにこの花畑に正直者の匂いがする。あー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 なーって、毛がおろしちょっと待って、噛んじゃった。え、嘘に混ざり、駆られないようにしている愚かな偽善者め、刈り取ってやる、むしり取ってやる、え、潰して、え、削いで、跡形もなくしてやる。漢字が難しいんだよ、勝手にやれば。あ、怖い、かなちゃん怖い。まったく、頭の悪いお嬢さんだ。私がここまで正直者を嫌っているんだから、正直者をつま、ん、つか、ん、ん、あ、ごめん、積んでか、積んでほ来てほしいのだと、なぜ察せないのでしょうか。あなたのために動きたくないの。それぐらい私の態度を見て、察せられない？あーあー、なんてすさんだ目、瞳、私、あなたの虜になりそうですよ。切ろう。そうしよう。そうですね。では、こうしましょう。どうします？正直者を積んできて、くださったら、お礼に、綺麗な玉を差し上げましょう。あ、ちょっとなんか飛んだ。人玉さんが、言ってましたよ。可愛らしい鬼のお嬢さんに綺麗な玉をあげたと。あんなものを欲しがるのはまだホロカネ城内で生きている人間だけですからね。どうです、私のお願いを聞いていただけますか。この気持ち悪い壺とこれ以上話していたくない。早く見つけてみんなのところに帰ろう。あ、ここか、なんか書いてあるけど、ここに植えられているのは、タツナミソウ、キブシ、ホオズキ、ケシの4種類。彼らは、自分の意思で、喋ることが変わり者、ん？喋ることができる変わり者ってことかな？彼らの話を聞いて、正直者を引っこ抜き、黒壺に渡してあげましょう。正直者を探すヒントは、ケシが正直者と仮定し、話を聞いてみるといいよ。だって。俺もうこういうのマジ苦手なんだけど。ゲップ出そう。ケブシは嘘つきで、タツミナソウは正直者だよ。だから、ケシを信じればいいんだよね。キブシは嘘つきで、タツミナソウは正直者。正直者を持っていけばいいのよね。
これを積んでいく？いいえ。これは？あれ？辰巳奈相は嘘つきで、消しは正直者だよ。消しは正直者。ああ、正直者らしい。これは積みません。これかな？あれ？まだか？消しは嘘つきで、キブシ、正直者だよ。これを積んでいく。違いますね。まあ、最悪、問題がわからなくても、あれなんですよね。全部やっちゃえばいいっていう。ほおずきは嘘つきで、ケシは正直者だよ。正直者を持っていけばいいのよね。はあ、ははあ、っていうわけで、今からちょっとこれの謎解いていきましょう。なんかよくわかんねえや。とりあえずもうなんか、いや、これでいこう。ケシが一番、ああ怖い！怖かった！死ぬかと思った、今。怖かった！正直、怖かった。消し、違います？ちょっとやめて。え、消しじゃないの？消しじゃないの？タイマーじゃない。まだ積んだ、渡してじゃん。怖い、もう怖かった。今のキャーで死にそうな、ちょ邪魔なんだよ、蝶々が。ちょっと待ってよ。怖い、もう。何、もう一個やんなきゃいけないの？ちょ、渡したよ。渡したじゃん。ね、渡したじゃん。戻りたい。まだ十分だからじゃん。え、もう怖い。ちょっと今だって、今あれだもん、マイクが遠くなっちゃったもん、俺の声が。え、もう、わからない、もう。ケシが正直者だから、正直者だからって、ちょ、怖い、もう。どうしよう。誰にしよう。ちょっとわからないんだよな、もう。怖っ。もう一回考えましょう、じゃあ。辰巳奈相にしてみますか、じゃあ。辰巳奈相は、ちょ、もう一回キャーが来る。怖い。これで辰巳奈じゃなかったら、泣く。辰巳奈と消しが正直も、ああ、よくも私の庭を、ああ、殺された。え？はあ、すっきりしました。あーすみません。お約束通りこちらをどうぞ。あ、合ってたの？合ってたんだ！やった！綺麗な保てにいた。また会いましょう、お嬢さん。やった！好きになったわ。俺、いや、これ今、カナオがボコボコに、え？あ。今俺、カナオがボコボコにされたんだと思ったわ。よかった、合ってたんだ。ちょっとなんか、よくわかんなかったけど合ってました。今のは、消しが正直者っていうことを仮定して、みたいな。断定して、みたいな書いてあったから、もう消しは正直者なんだろうなーっていうので、消し選んで、で、消しが正直だよって言ってた、辰巳奈相を、選んだらやれたって感じですね。なんだこの部屋。すげえ血まみれだな。こんだけ狭い部屋なら、探し物も探しやすいな。よっしゃ待ってるよ禰豆子豆苗！ん？なんだこの文字は。にょろにょろ、ふにゃふにゃ？うおぉ。わかるかーい！あ、そうだ、文字が読めないからね、猪之助ね。お？どうされたんですか、猪之助さん。え、手羽先は入れるんだね、ここね。すごい大声でしたけど。手羽先、いいところに来た！読んでくれるのかい？お前、この文字ってやつ読めるか？え、猪之助さん読めないんですか？あーん？読んでくれよ。こちらにはですね、二つの文字を合わせろ。それが答えだ、と書いてあるんですよ。文字だと？やべえ、俺様史上最大の危機だぜ。大丈夫です、猪之助さん。書かれている文字は全て私が読みます。いいやつじゃん、お前。私、読みたーい。いいやつだね、君ね。そうか、それなら仕方がねえな。お前に読ませてやる。え、ちょ、なんかすごい、何これ。絵の具すごいついてるけど、猪之助。わーい。ちょろくてよかった。よーし、行くぞ。さあ、こっち行きましょう。え、読めよ。おい、鶏読め。あ、これは？これ鍵かかってると。これは？え、ちょっと、イノちゃん。あ、ここしかできないの、読めないんだ、多分。ある、動物、なし、なぞなぞ。はん。あ？何がある、なしなんだ？動物になぞなぞ？
さあ、私にはよくわかりませんが、あるとなし、動物と謎々が上下に書かれているのがとても気になるところですね。あるなし、あるなし、動物謎謎、動物謎謎、あるなし、あるなし、動物謎謎、動物謎謎、あるなし、ある、長い、長いな、これも。おい、ついてください、猪之助さん。とりあえず、他の台座のところに行ってみましょう。さあ、行きましょう。あ、これは何もないのね。一応調べとくか。何もない。こっち。辞書には色々な文字が書かれている、載っている。わからない文字があれば引いてみよう。はーい。あ、これ、はい、じゃあやっていきましょう。十二支の順番、覚えておくと今後に役立つよ。あ、これはもう結構知ってますね。み、呼び方、び、み、羊、いまだ。いまだは以前のままであることの、ある様のことを指す。ちょっと手羽先の柵が変わってないか、急に。急になんか、エモチルな感じになっちゃったけど。いまだ、いまだと、間違え、あ、いまだと間違えないよう気をつけよう。そういえば、いまだといまだって、字は違うけど、読み方は同じだね。言葉って素敵だな。もう一回読んでいい？まだ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 、はいはい。ははは。え、どういうこと？あ、え？はいはいはい。なんて読むんだこれ。俺も読めなかった。釈金剛部。ほう。釈観法の、単位として使われているものばかりですね。釈観法ですよ。意味などを説明すると長くなるので省略するとしましょう。おう。あ、こっちか。次下行って。なんて読むんだこれ。なんて読むんだこりゃ。釈輪、輪か。ほう。これもさっき言った、釈観法の単位として使われているものですね。意味などを説明すると長くなるので省略しますね。さあ、次に行きましょう。おう。じゃあ上行ってと。これなんて読むんだ？古今東西しか読めないけど。古今伝授、古今東西、古今どっぽ、オロチどっぽ、古今無双。なんて読むんだこれ。古今か。古今伝授、古今東西、古今どっぽ、古今無双。次行ってみましょうか。ちょっと待って、わからん。何にもわからん。羊だ。必要なのは羊だ。字は、違うけど、読み方は同じ。言葉って素敵。なんて読むんだこりゃ。羊だ。必要なのは羊だ。字は違うけど読み方は、同じ。言葉って素敵。ほほう。おい、手羽先。あ、すみません。どこかで見たような気がするんですよね、さっきの文字。あ、そうなのか？どこだったか。思い出せ、手羽先。思い出さないと食っちまうぞ。食う？思い出さないと食われる。食いますよ、本当に。羊、あ、今田だ。ちょっと待って、何その解説。羊だ。必要なら羊だ。ああ、はい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 。今田を検索して、はい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 。なるほど。これ辞書。辞書どれだ？あ、これは？これは違うな。この隣か。あ、だ。この中にヒントがありそうですね。竹冠、なじな編、石編、穴冠、山井だれ、初頭、新尿草冠、行人弁。つまりこれでわからなきゃ、俺には一切文字は無理ってことだな。誰もそんなこと言ってませんよ。あ、なんか猫がいる。少々難しかったですかな？こっそりと正解を教えてあげましょうか。教えてよ。あるなしの問題の答えは草冠です。尺、金、セリ、糖、小豆、糞という漢字が存在しております。動物、なぞなぞの答えは今です。羊だ。必要なのは今だという、羊だという、なぞなぞは羊を十二支表記と普通の表記にします。はーん。なんでこんな解説いるの？羊だ。今だは今だと読むことができます。つまり、今です。はい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 。はい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 。あとは草冠と今を組み合わせた、漢字を人玉さんに伝えましょう。はぁ、今から表示される文字をコピペして。そんなに、あれだろう？めちゃくちゃ優しいじゃん、このゲーム。人玉はどこさ？人玉ってどこなの？人玉は？ちょっとよくわかんなかったけどな。なんで、ちょっと待って、待って、なんでさ、あいつが、あの猫ちゃんが来てくれたの？これ人玉はどこなの？探しきってねえって言われたけど。どこ探してない？俺逆に。あ、文字は不思議。二つ、あ、これか。
っちだ。絶対こうだ。ブッシュとは、コケ、どうした手羽先。思い出しましたよ、イノスケさん。本当か手羽先でかした。これですよ、これ、ブッシュですよ。ブッシュ、あ、ブッシュか。あ、ブッシュ、ブッシュでした。ブッシュですよ。どの文字の組み合わせだったか忘れましたが、ブッシュに関係ある文字です。なあ、おい。あ、はい。お前、俺が文字わかるように見えんのか？見える。イノスケだな、ありがとうございます。とても賢そうですもの。あ、あ、あ、いいね。やったね。うお、ギャー！あらあらあら、かわいいお客様たちね。あなたたち、どうしたの？あ、なんか移動してくれてる。文字がわかんねえんだよ！文句あんのか？お、落ち着いてください、イノスケさん。文字がわからないの？ま、それじゃあ私と、同じね。私もわからないの。自分の名前が何だったのか。あ、名前？お前、名前あんのか？ええ、素敵な名前を持っていたはずなの。この部屋の、中に何か手がかりがあると思うの。ほう。あなたたちの、探し物ついでに探してくれないかしら。綺麗な玉でよければあなたたちにあげるわ。綺麗な玉。術の修復に使える玉ですよ、猪之助さん。おお、また絵の具ついてる。手がかりがないかどうか探してみましょう。手がかりというか、もうはい。あれ、ちょっと待って。あ、これだ。はい。あ、合ってる？これなんて読むの？なんとか、そう、なんとかよ。私の名前、特別な、私だけの名前。さすが、猪之助さんですね。ほわほわ。猫のおかげなんだけどね。ありがとう。本当にありがとう。猪之助。ああ、素敵な名前ね。誰かを、猪の一番に助けるから、猪之助なのかしら。わからねえ。俺もわからねえ。俺のこの名前は、親ってやつがつけたらしいが、あいにく、俺はそいつのことを覚えちゃいねえ。だから名前の意味なんざ知らねえよ。ほう。名前の意味がわからないなら、猪の一番に助けるから猪之助にしましょう。なんでそうなるんだよ。私の名前を思い出させてくれたお礼よ。受け取ってちょうだい。ね、猪之助。てん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 。約束通り、綺麗な玉もあなたたちにあげるわね。綺麗な玉を手に入れた。本当にありがとう。大手柄ですね、猪之助さん。綺麗な玉を見つけるなんてさすがです。まあな。さあ、皆さんと合流するために一度部屋の外へ。あれーっていうね。あー、そっか、飛べないのか。ちょっとこれ動画がね、長くなっちゃったんで、今回ここら辺で終わりにしましょうかね。次もう忍びの間に行って、あれですかね。次やる感じですかね。はい。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ！